はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。今日は越谷市の政治活動に新越谷駅に、行ってまいりました。言わないで行ったんで、辺見支部長、たまげておりました。行ったら、女性と、話してて、ツイッターでやるって聞いたもんだからって、見に来た、越谷市の女性、お声掛けくださった、ももさん、もちろんハンドルネーム、ありがとうございました。ちょっと演説しまして、ブラジルは日本人に生活音をくれますか？くれないでしょ。言ったら、通りすがりの女性二人組がですね、立ち止まりはしなかったんですけど、そうだよね。って、同意して、くださってたようであります。ナウラ、ヤングは気づいてますなぁ。クレバーだから。欧米先進国を見習って、外国人生活保護は廃止で。せいぜいフードスタンプとか炊き出しとかやるぐらいで、制度として自国民と同じように生活保護をしてくれるなんて国ねえから、そんな国ねえから、一方的にね、日本人だけ不公平すぎるってもんですよね。岸田総理、岸田派会合で来年は結果を出す1年にしたいと発言。いいこと言ってるように聞こえるんですけど、みんな怒ってました。ネットの話、来年から本気出す、良い結果を出すとは言っていない、来年も居座る気か、今年は結果がないんですね、増税のおかげで暗い世の中になった、来年と言わずまず何かしろよ、早く辞めることが一番の成果だぞ、何にもしない方がマシだったな、増税のこと言ってんでしょうね。カニ食って怒らせ、ブリ食って怒らせ、一言言って怒らせ、岸田総理マジでですね、納税者を怒らせる天才やな。そういえば最近言わなくなったですね、新しい資本主義って結局何だったんだよ、具体的にはよ、何だったんだよあれは。国民の所得を倍増するとも言ってましたよね、新しい資本主義でもって。一体何だったんだよ、最近ちっとも言わねえけどさ。極めつけはですね、賃金が上がるので増税しても負担感はないという意味で、稼いでも取られるんじゃ出世しましょうとか、給料を増やしたいなっていう勤労意欲がだだ下がりますよね。賃上げしたら増税するからって宣言してるようなもんでしょ。矢沢永吉、今年頑張ってなかったやつが来年頑張れるわけがないという名言を残しております。A ちゃんはあれですけど、元外国人ですけど、あれですよ、差別よ、なんよ、権利をくれとかなんとか、そういうこと言わねえから、この人は、いいと思います。私嫌いなのは、くれくれ言う外国人であって、矢沢永吉、A ちゃんなんかは、私なんかよりも、何百倍も納税して、国家に尽くしておりますんで、いいかっていう。12月25日、今日はですね、サンデージャポン、防衛費倍増に反対するパヨどもの国会前集会を報道。日曜日国会前に集まったって誰もいないですけどね。防衛費でなく、高齢者や子供、困っている人たちに使うべきだ。戦争への道は何としても阻止しなければならない。国会の審議もしない、国民の合意もない、こんなことでいいのか、攻めてくるかもしれないと言って軍事費を拡大している。パヨの一方的な主張だけを全国放送と。ネットなのです。高齢者に使うべきって相当使ってんじゃん、ツボばっかで、重要な法案をほったらかしにしたのは野党でしょ。侵略されたら教育どころじゃないんだが。フジデモや NHK スクランブルデモは絶対放送しないのに、こういうのは漏れなく全国放送すんのね。防衛費ではなく、高齢者や子供、困ってる人たちに使うべき。2020年度の社会福祉予算は35兆8608億円。これ医療費入ってません。これでも足りず、もっとくれぐれ言ってんのが防衛費どこじゃねえ別の話なんですけどね。戦争の道は何としても阻止しなければならないって、戦争したくないから守り固めてんじゃねえの、なんでそうなんの。国会の審議もしない、国民の合意もない、こんなことで言うのか。これ言ったのは共産党の国会議員だそうで、名前出てなかったけど、問題質問ならですね、なんで質問しないのか、つぼつぼ言って職務放棄しといて
このイグサね、攻めてくるかもしれないと言って軍事費を拡大している。なんでそれダメなんだって話。戦争したくないから守り固めてんじゃねえの。泥棒が入るかもしれないと言って家に鍵かける、のはダメなんかって話ですね。火事になるかもしれないと言って消火栓を設置するのはダメなんか。お前は車の保険に入らずに運転するのか、いうようなあのバカな主張ですね。パヨのバカ主張は面倒でもあの一時突っ込み入れて叩き潰しておかないとね。ターゲットは一般人です。パヨと直接話してはいけません。こちらの言葉はですね、理解する能力もねえし、そんな気ねえから完全論破されてもそれに気がつかない。しばらくフリーズした後に再起動して、また同じことをわめき出すだけ、繰り返すだけ。パヨとの話は無駄。訴えるべきは一般人。パヨはですね、話し合いで戦争回避。普通の話も通じねえんだから、日本語通じねえんだから、できるわけねえだろ、バカ。何が話し合いでだっていう話なんですけどね。なんだその、消防署、消防署をなくせば火事にならないみたいな論法は、頭おかしいの、つくづくね。日本政府、個人の感想を装って商品を宣伝する、ステマを規制する方針。TikTok が Twitter のインフルエンサー20名に長期間にわたり報酬を支払っていたことが今年判明したり、食べログ投稿業者の存在が発覚したことを受けてだそうであります。ネットの話、このまま放置かと思ってたけどやっと、遅いがやらないよりマシ。テレビの何割がアウトかな。テレビの大半アウトでは。これは広告ですって堂々とやればいいんじゃないの。不自然極まりない韓国推しがなくなるなら歓迎。韓国エステ全滅のようか。フェミポリコレ関連の草の根運動全滅と。ネット上などでってあの記事にありましたけれども、当然テレビも規制するんだろうな。2010年笑っていても人気鍋ランキング1位はキムチ鍋。タモリ嘘だろ。こういうのもなくなるならますますあのテレビが弱ってめでたいんですけどね。広告料入ってこなかったね。ステマ料。この事件であのタモリが引退を決意したっていう噂ありまして、そのぐらい衝撃的なインチキでありました。韓国の化粧品使ってます。肌の調子がとっても良くて、こういうのを見かけたらバンバン通報すればいいんでしょうか。通報先は総務省でしょうか。私テレビないんで皆様よろしくお願いします。監視監督通報よろしくお願いいたします。これはセマだっつね。アメリカではもうすでに欺瞞罪っていう名前であれだって、規制されてんだって。テレビがますます弱りそうなグッドニュース2。業界ナンバーワンのマルハングループ。2019年末のコロナ開始から13店舗閉鎖。いずれもですね、駐車場台数500台程度の大型店。ということは、500人ぐらい入れる店、でけえな。来月には沼津市の店舗閉鎖の予定、だそうであります。ネットなんです。業界トップがこれでは、パチンコは終わりだな。うちの近所のマルハンも潰れてほしいわ。ギャンブル依存症で多くの人の人生を狂わせている。一刻も早く全部潰れてほしい。違法監禁を黙認が異常。これ警察ですね。存ぜぬっつったからね。監禁してんですけど、パチンコは。ギャンブルじゃないんですかっていう国会の質問に、存ぜぬって、警察庁が答弁いたしました。若者の間で、パチンコイコール低知能って浸透したからな。近所のパチ屋の後に OK が入って嬉しい。OK スーパーですかこれ。スーパー、まあそんだけ駐車場だったらスーパーもできるわな。パチンコ不振はあのコロナのせいっていう風にしたい記事のようなんだが、まあそうではないでしょう。皆さんあのソシャゲのガチャに流れてんじゃないかな。ギャンブルやりたい人は24時間自宅でできるしね、これなのね。それとあの若者は重税で苦しんでて金ねえんだわ、ギャンブルやるほど。パチンコ不振、広告費不振は間違いなくテレビにも影響します。いいなぁ。NHK には影響がないのが悔しい。でもやろっと。来年の2月に NHK スクランブルでも、予定しておりますんで、皆様その時はよろしく、ご足労ください。よろしくお願いします。佐賀空港にオスプレイ配備。佐賀市オスプレイには構造上の欠陥が。防衛省そんなもんありません。
文書で正式回答ネットの話、いつものパヨデマ、日本学術会議の暗躍。そうなのか、そうかもしんねえな。沖縄県から上海まで余裕という欠陥、中国にとって中国に都合が悪いという構造的欠陥、パヨの脳に構造的欠陥があるのでは。欠陥機なら米軍使ってねえだろ、そりゃそうだ。パヨはいつだって憎悪の対象が必要でな。安倍ができなくなっちゃったもんね。未だにやってる人もいますけれども、まあ、オスプレイがーとか、言うんだろうな。共同通信、従来の説明を繰り返した。だいぶ気に入らないみたいですね。なんだ、これが初めてじゃねえのか。そんなことありませんっていう、否定の回答。しつこくやってんだねえの、聞いても聞いても、納得できないかなんか言ってね。お前らの感想なんかいいからね、共同通信の感想なんかいいから、事実を淡々と伝えろって。パヨ G、オスプレイの音が聞こえると、孫がなく、なんていうのもありました。何言ってんだ、嘘つくんじゃねえよ、嘘をよってね。腹立たしいですね。航続距離と速度が段違いでですね、補給なしで中国大陸まで楽々飛べてしまう人民軍にとって、すごい脅威っていう欠陥がありまして、パヨはこれを目の敵にしております。佐賀氏はなんでこんな質問をしたんだかな。ごねて国から迷惑料せしめよって魂胆ですかね。浅ましいぞお前ら。パヨに乗っちゃってさ。ガベージニュースさん、調査。毎日新聞読む人ってどんぐらいいんの？70歳以上 72.6%、 3分の2ですか。そんでも30% は新聞読まねえんだ。これはいいな。60代、57.8%、 6割ぐらい、50代 36.8%、 ぐっと下がりましたね、ぐっとね。3分の1か、50代で。40代 22.7%、 4人に1人。30代 8.0%、 12人に1人。20代 4.5%、 これなんだ、違うわ。30代が12人に1人ぐらい、20代は20人に1人ぐらい。10代 3.6%、 30人に1人ぐらいが、まあ毎日新聞読むよ。見事に弱低老高だなぁ。10代 3.6%、 新聞の未来は真っ暗ですなぁ。我らにとっては明るい未来ですけどね。10代20代は、まあ、3.6%、 8.0%、 親が新聞撮ってる人か、まあ、20代だったら会社で撮ってっから読んでるわっていうような人ですかね。70歳以上はまだまだ3分の2以上が毎日新聞読んでんのか。それでもですね、2014年は 80% 以上だったんで、まあそれから 10% 下がったんで、じわりじわりと下がってますね。70歳以上の皆さんね、月4000も払ってよ、昨日のニュースが届くってありえねえでしょ。サンジャポ、今日放送されたサンジャポの話題をもう言えんだから、新聞だけしか知らない人はこういうニュース明日にならないと分かんないよ。ありえねえから、大事なニュースはスマホで見れますよ、ただで。環境にもいいですしね。まあまあ有料会員記事なんか見たかったら見ればいいし、まあおすすめは産経新聞ですかね。まだマシだから、朝日毎日は論外、政教新聞も論外、まだマシ、産経新聞。というわけで、メール党員さん、読むだけで新聞の4分の1以下の金額で、読むだけで知見が得られる、頭が良くなる、パヨから離れる、テレビの影響を払拭できる、メール党員になってください。あと立候補してくれる支部長さんも大募集であります。よろしくお願いします。いずれも動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。